ずいぶん綺麗で、こんな綺麗だ、こんな綺麗に今まで出せてたかなと思って、今まで全然分かんなかったから、解決策ってやり方が自分なりに分かってきたから、今までそれがなかったから、もう年も年だから。分かりました。それをじゃあ一緒に必ずやりましょう。先生の教室に入ったからこういうことが言えるようになりましたよ。今までやってたって目標も何もなかったし、俺もできるのかなって。いきますよ。でもやっぱこれ1ヶ月でこんな自分が変わるとは思わなかったし。だから先生だったらこんなこと話しても、ああ、理解してくれるか。おはようございます。すみません。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。はいはい。じゃあ今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はいはい。お元気ですか？ええ、そうですね。まだ、まだ1ヶ月も経ってないんですけど。はい。はい。はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい。まあ、前回体験レッスンで、はい。まあ構えとかストラップであってもいいよっていうのを見ていって、はいはい。エクササイズはその後は、ちょっとやりましたけども、ちょっと今やってみましょうか。はい、やってみてください。状況1、2、3、2、3、3、3、2、3、4、2、3、前回より進みましたね。進みましたけど、いろいろと、はい、まず、演奏が速くなるのが分かってるんですよね、これ。はい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 自分なりに分かった。はい。で、それとあと人差し指が下の弦に引っかかる時があるんですよ。はいはいはい。右手ですね。そうですね。親指との音ですよね。はい、ああ、バランス的な。バランスですよね。うん。これ4つか5つぐらいちょっと自分では。うん。ぜひやってここが悪いんじゃないかと。ああ、わかりました。ありがとうございます。これでちょっと自分なりに、進んでますから、まず良かったのはですね、左手の指をちゃんと1番、まあ、3番3つ押さえてっていう、このポジションがちゃんと固まってきたのと、はい、あとカウントも正確ですね。1、2、3、2、2、3、3、2、3。あ、まあ、あとです、音も綺麗になりましたね。ピッキング本当綺麗ですかね。まあもっと綺麗になると思いますけど、はい、前回これが、まあ、前回よりはいいと思ってるんですけど、まだ1ヶ月も経たないからね。だからだんだんまだまだ良くなればいいと。まあ、毎日やってる。まあ、とりあえず、はい、エクササイズの一番だけは毎日やってましたね。ああ、素晴らしい。15分ぐらいやってましたね。うんうんうん、それは大事ですね。まあ、まあ、結果が出てるっていうのが嬉しいですけど。はい。これはまあ、やり続けるものなので、そうですね、だん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 良くなると思いますね。確かにね。今までの教室でこんな一生懸命やったことないですよ。はい、まず人差し指引っかかるっていう話を少しじゃあ解説したいと思うんですけども、はいはい、特に人差し指のアップですかね。そうですね、アップが引っかかりますよね。これがですね、こうピッキングするときすでに指が曲がってると下から上に引っ張っちゃうので、はいはいはい、割と伸びた状態からピッキングするといいんですよね。その時に指が伸びる状態っていうと、ここの高さですね、この。ああ、もう曲がってると引っかかるんだよね。そう、最初から曲がってると引っかかっちゃうんですね。しばらくは手元を見てても構わないですか、それは。あ、全然構わないですよ。構わないですね。構わないです、構わないです。この時点ではもう手元を見て、まあしばらくやっぱ見ないとダメかもしれないですね。そうですね。見た方がいいってことですね。見た方がいいです。これ曲がってるとやっぱこうなるんで。なるほどね。鏡を置いてもいいですよね。まあ、今鏡はありますけど。ああ、そういうのを活用するの非常にいいと思います。平均してないって音はどうしたの？音ってこと。音はですね、ここはですね、そのやっぱ引っかかるとかっていう問題の方が先なので、はい、まあ伸ばして引っかからないようにしつつ、一番楽なのは、はい、一弦が楽ですよね。あ、そうですね。この構えの下に弦がないから。はいはいはい。下に弦がないから、はい、早くも遅くもコントロールできるんですよね。やりやすいと。やりやすいんですよ。だからここを、はい、ど
要するにさっき言ったこれ速くなるってことは、ここをコントロールしないとダメなんじゃないですかなと思うんですよね。ですね、やりやすいこととか簡単なことって楽だから速くなる。速くなっちゃうんですね。そう。ということは、一連が一番、まあ、今のところやりやすいから、ここで速くなっちゃうとずっと速くなっちゃうわけでしょ、結局は。で、そのまま速くなって戻っていって、やりにくいところをやると失敗しそうちゃだからちうょっんとおかしで。くなんです、これおかしく。一限がまあ、この人差し指と親指伸ばした状態でこう弾きやすいんですけど、安いですね、この右手の全体の位置をこのままで人差し指上に持っていくと指が曲がりやすくなってくるんですね。曲がりやすくなります。確かに曲がりやすいですね。で、3弦なんてかなり曲がってくるので、曲がっ深てくるんですね。下から入っちゃうので、だからこういう動きで全体の位置を上げ下げしてあげるんですね。そうすると割と親指と人差し指の真ん中で弦を捉えられるので、これの上下だ、これでこうすいう実は上下があるんですよ。か。そういうことですね。前回はその話まではいかなかったですけそう、ど、全部いけなかったですね。でも今回練習されたんで、そういう話がやっぱりできる段階に入ってきそういうことですな。て、やっぱり非常にいいことだと思いますね。そういう話が進んだってことだったよね。最初はやっぱそこまで言っても早い、わかんないですもんね。この上下の移動が多分わかるようにやってみますね。お願いします。はーい。下がる。本当に下がってる。1弦下がる。まあちょっとわかりやすくやってますけど。わかります。明らかにね。3、それ下がってくるんですね。また一緒に上がってくるんですね。上がる。上がります。はっきりわかります。多分上から見てるとあんま上がる下がるそんなにわからないんですよね。今の正面で見たらわかりました、すごそう、く。正面で見るとわかるので、すごいわかります。そう、まあ正面鏡かなんかで見ながらやる。正面鏡見えたらいいですね、そしたそのら。方がわかりやすい。できると思いますけど。いいですよ。とにかくこれやったおかげで、普通の F が、ね、今まで通り綺麗に出てるような気がする。よこかれを加えたおかげで、こればっかやってましたでしょ。最高で外して、普通のファイヤー、F のファイヤーっていうか、F 使ったやつが、こんな綺麗だったのかなと思って、結果良かったですね。この普通の F。ずいぶん綺麗で、こんな綺麗に今まで出せてたかなと思って、探るっていう過程がなかったからね、今、その音の過探程り。がどれだけ大事かですよね。わかりました。探るっていうのが、出てない時は1本ずつ探ると。で、わかんない時はバラしてやるとか。そうです。そうですよね。そこだけ集中して、で、小説でも抜き出して、そこでバラしてこのやだから勉強の仕方が分かったってことはちょっとプラスですよいや、もうそれはものすごいプラスですね。ね。今まで全然分かんなかったから、そのやり方で。だからな、変なお話、2週間置いていったらまた変なことになってたっていうのは結構ありましたもんね。自分なりにやっちゃってこういっちゃってたから、進んだところが変な方向に行っちゃってるっていうのが結構ありましたからね、結果的に。考えが分かんないですね。何のためにやってるのかっていうのも分かんないし、この1ヶ月でだいぶなんか自分でも方向が変わってきたなと思ってますけどね。素晴らしいです。その発見がたくさんありましたね。さっきのありましたね。課題ありましがた。出ましたし、課題もありますし、新しい発見もありますし、ただその解決策ってやり方が自分なりに分かってきたから、こうすれば
良くなるなっていうのが分かってきたから、そこはあるんですよね。いや、今までそれがなかったから。はい。もう、3弦が出てないって言ったって分かんなかったでしょ、要するにね、おそらく。はい。本当に。だ実際、指摘する先生もいないし、先生はいないですもんね、ないです注意で。か？ いいないなでいす。ですよ、本当に。ないですよ。みんなやってて、こういうことを言ってるんだっつそうです、そうです。その場合は、もっとスピードを落として、って。だからその先生の YouTube の言ってもっとスピード落としなさいって言っても実際は落とせないですなんでね、やっぱり落とせない人が多いです。落とせないですよね。落とせないのは多いんですよ、人が多分多いんじゃないかなと思う。自分もそうだからかえって速くなっちゃう。フォームで合わせないと最終的にはダメなんですよ、やっぱり。だってこれあ、ダフってことはないですけど。でもやっぱりこのリズムになかなかこう一緒にこのメトロノームに合わせてやるっていうのはちょっとなかなか難しいね、いや、難まだ難しいです、難しいです。しい。私には難しいです。僕にも難しい。いくらスピードが遅くてもいや、難難しい。しい。で、もう手が全部自由にっていうか、覚えてきたぐらいでメトロノームに合わせていけば、そうですね。そういうぐらいの段階の感じでいいですよね。その、これに合わせてさい、やるっていうのも最後の最後の仕上げですね。今年は何か目標とかってあります？一応3年目標してるんですけど、3年っていうか1年に何もアンプ全部見られて1曲できればなと思ってるんですよ。3年で3曲大変だ、おかしいけども、この人といけたらなと思ってるんですよね。具体的にこの曲とかっていうのは特に今のところはないですないですけど、やっぱりそのもう年も年だからか？やっぱり自分でこれが得意だなっていうのは1曲か2あ、曲そうあっですた方ね。がいいと思前回それをおっいます。しゃっそうていましう、たね。自分でこう目の前で何かやってくださいって言ったらすぐパッと普段も何も見ないでそのままパッとそのままでできるようなことを作りたいと思ってまわすけかどりね。ました。それをじゃあ一緒に必ずやりましょう。あと先生のその今ウクレレ持ってますよね、これ。先生それをちょっとなるべく自分の褒美として買いたいなと思ってます。褒美として。1曲できたら、ああ、なるほどね。それをちょっと目標にしてます。そういうモチベーションがいいですよね。だからやっぱりここに先生の教室に入ったからこういうことを言えるようになりましたよね。ああ、ありがたいですね。よかったですね。今までやってたって目標も何もなかったし、これでその一瞬次に行った賞に前の曲がもうやらない、1回しかやらない、新曲持ってきました、1曲それやって自習やらないんですもんね、消えちゃってるからね、そんな状態の教室だからこれはダメなんじゃないかと思うね。だから皆さんも多分1曲も弾けないと思いますよね。先生の教室に入ったことでこんな何もできない人がこれまでになりましたとか言ってますよね。ありますああいね。うことも、こういうことできるんだと思って、まあちょっと感心して見てたんですけど、なゼるロほかど。らやってるのすごいなと思いますよね。ここまで2年ちょっとってこのぐらいになってますとか、そういう、俺もできるのかなと思って、でそれきますは。よ。でもやっぱこれ1ヶ月でこんな自分が変わるとは思わなかったですね。いや、よかったです。変わりましたよ、ああ、よ本当に。かったです。これに対しての考えがね、だ自分でこう意見が言えるでしょ。で、今までのそういう意見が先生言えなかったわけですよ、質問も自由に。だから先生だったらこんなこと話しても、理解してくれるか、っていうことが、それがね、それは変わる。皆さんそう思ってるんではないですか、生徒ちさゃん。んと聞いてくれるっていうのが。
それだったらやっぱりモチベーション上がりますもんね。じはい、ゃあ、質問。今日はこれで失礼します。今度は26日になりますですね。ね、ですね。あ、はい、じゃあどうも、ありがとうございありがまとうございました。今日はすみません、ありがとうございました。した。いえいえ、では失礼します。はい。ありがとうございます。明日は。